リンが慕ってたの？一ノ瀬を。逆？その名前、文化祭の時にも聞いてたけど。そうだ、ずっと不思議だったんだ、この名前。確か亡くなったって言ってた。肝心なことだけ私何も知らないままだ。その人、一ノ瀬さんに関係のある人なの？知らないの。リンっていうのはね、あの人の弟のこと。弟がいたんだ。じゃあ弟の彼女だったのかな、ゆいちゃんが。あの人が一ノ瀬家に養子に入った後に生まれた正真正銘一ノ瀬家の子供。養子なの？え、養子？ちょっと待って、何よそれ、そんなの知らなかった。養子なの？本当に何も聞いてないんだ。あの人が跡取り息子なのは本当だけど、それは義理の父親に気に入られてるからよ。あのお父さんでもできた人っぽかったけどね。お母さんはあれだけど。成績優秀、理想の跡取りだからってね。そのおかげでお母さんには相当嫌われてるみたいだけど。お母さんは本当の息子を跡取りにしたいんだ。ようやく家庭環境が分かってきたね。嘘。そんなの初耳だよ。一ノ瀬さんが養子、しかも弟さんがいたなんて。だけどなんで、なんで弟さんが亡くなってそれが一ノ瀬さんのせいなの？それはあの人に直接聞けば。なんかあれだよね、弟が一ノ瀬さんのことをなんか約束もしてないのに待ってて交通事故がなんか事故にあったみたいな感じっぽかったよね。どうせ自分に都合よく歪めた真実か、それともあくまで自分は悪くないって言い張るに決まってるけど。でも実際悪くないんだろうな、きっと。どういう意味？どんな人間だって自分を責めるのは嫌だろうって意味。もしあの人が本当に苦しんでいるのなら私すごく嬉しいけど。そこ押すな、苦しんでることを喜ぶの押すな、ゆいちゃん。だって私、リンが死んでからあの人がうんと苦しめばいいって思ってたから。苦しんで苦しんで一生そうやって思い続ければいい。少なくとも私はあの人を絶対に許さないからって。絶ゆる。だけどそんなことはありえない。だってあの人は自尊心が強くて自分だけが可愛い人だもの。これレトナちゃんブチギレじゃないの？一人じゃないの？なしじゃない。むしろ自分に厳しい人だと思う。自分だけが可愛いなんて誤解としか考えられない。そこまで言うなら賭けをしない？すげえ迫真の演技っぽくやったのにもう冷たくあしられたな。そこまで言うなら賭けそう。もしあなたが真実を知ってもまだあの人のことを信じられるのなら、私チャンスをあげてもいいわ。チャンス？私持ってるの、あの人を解放してあげる鍵。え？だけど簡単には渡せない。だから賭けなの。解放してあげる鍵を持ってるの？何これ、賭け？チャンス？話が全く見えないんだけど。だけど一つだけ分かったことがある。その鍵があれば一ノ瀬さんは楽になれるの？多分ね。じゃあ一ノ瀬さん悪くないんじゃないの？どうなん？なんなのこれ？どうしたらもらえるのそれ？証拠を見せて。あなたがあの人のためにどこまでできるのか。いや、あの人のために僕55キロも痩せましたよ。そしてあの人にはそれだけの価値が本当にあるのか、私に信じさせてほしいの。すげえなんか難しいな。なんだろう、何させられるんだろう私。また今度連絡するから携帯電話の番号教えてもらえる？っていうか LINE やってる？あ、うん。その時までにどうするか決めておいて。何させられるの？なんか鉄骨渡りとかさせられないだろうな。別にいいのよ、無理しなくても。その時は鍵は私が誰にも渡さずに一生大切にするだけだから。なんだよ鍵って。どういう賭けをさせ、ああ入ったー。レンルーツ入りましたよ。よし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 、完璧ですね。こっから入るんだね。カーラくんはクリスマスだったけど、ミトさんはあれなんだ、今のユイちゃんとの出会いから入る感じなんだね。もうパラメーター的にはもう完全に上がっているので、まあ、ここら辺がちょっとパラメーター上げしつつイベントが起こるのを待ちましょうか。
あ、修学旅行来たよ。大丈夫かな？いや、練習したじゃない。ペンダント落としてまでも。そう、どうなるんだろう。でも今、一ノ瀬さんは来るわけないしね、修学旅行には。いよいよだね。緊張してるの？いや、練習しましたし。あ、もしかして、あんまり上達しなかったの？ちょっとあなたのルートないの？ゆうちゃん。ゆうちゃんのルートがあるんだったらもう全員クリアしてもいいぐらいだからね。いや。ん？ん？ん？なんか旅行が始まってからも全然楽しい気分になれないな。カーロ君のルートも全然楽しい感じじゃなかったじゃん。原因わかってるんだ、あの子が言ってたこと。一ノ瀬さんが養子だって話にも驚いたけど、弟さんが亡くなったとか、それが一ノ瀬さんのせいだとか、ゆいちゃんが言ってた鍵って何のことなんだろう。それを使えば本当に一ノ瀬さんが解放されるの？鍵っていうのが何なのかも全く想像がつかない。抽象的な意味の鍵なのか、それとも実際に現物としての鍵なのか。まあ、抽象的な意味じゃないの？はっ！もしかして部屋の鍵？なんですの？お前まだ俺は恨んでるからな。こっちがびっくりした。いつの間に来てたの、ゆりか。いきなり規制を上げないでください。私、心臓が止まるかと思いましたわ。登場決め。何かあったんですか？時田くんも迷惑してるからね。いやー、ちょっと考え事を。おかしな方ですわね。私てっきり旅行前の必死の練習でお体の具合でも悪いのかと思いましたわ。でもそれだけおかしい。もうお菓子食べててさ、どうせあいつが出てくるんでしょ。なんと、とにかくどうせあいつが出てくるんでしょ。押してよし。やっぱりねえ、目が遠くを見てるけど大丈夫？お前だ、大丈夫。お菓子はそろそろしまっておいた方がいいんじゃないかな。うるせえ。そうだよね。なんかこの調子だと目的地に着く頃には太ってそうな気がしてた。恐るべし私の体脂肪。いや45キロでしょ。体脂肪も誰も頑張ったじゃん。さあ、こっから滑れるかって話になってくるのかな。新しいウェアすごく似合ってたね。お前のルートじゃないんだから、お前連続で出てくるなよ。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。土壇場で一ノ瀬さんが選んでくれたおかげってはしゃいでる場合じゃなく、あの子の言ってた鍵、これさ、宿泊先のさ、ホテルでしょ。ってことは女部屋でしょ。入ってきちゃダメだろお前。先生に言おう、先生に。彼女の言う鍵が本当に一ノ瀬さんを助けてくれる保証はないんだよね。もうこいつのトールが今目の前にいるのに一ノ瀬さんのことしか言ってないもんね。弾けるのかな私。今一ノ瀬さんに電話かけたらどうかな。よし、勇気を出して。ごめん、トール君、私ちょっと用があるから。え？ちょ、出てってくれない？パンパンって押して外出したんだろうな。電話する必要はない、もう直接聞いた方がいいと思うけどね、会えるんだから。もしもし。よかった、一ノ瀬さん出てくれた。こんばんは、小坂です。表示出るから分かってるよ。で、何か用か。くだらない用事だったら切るの。切られそう。え、ちょっと待ってくださいよ。一ノ瀬さん何してるかなって思って。切る。まあ、待ってください。そういえば一ノ瀬さんに選んでもらったウェア、みんなが可愛いって言ってくれました。当たり前だろ、俺が選んだんだぞ。かっこいい。そうですよね、すいません。黙ってたらな、お前のとんでもない趣味のウェアを見る羽目になってたからな。ドギズイピンクの。たく、少しはセンス磨けよ。センスのパラメータないんすよ。またもやすみません。なんでこんな時まで怒られてるんだろう私。だけど本来の目的を果たさなくちゃ。これまた距離が遠ざかっちゃうよ。聞かなきゃいけないんだけど。難しいなーこれ。いやー、聞かない方が良さそうな気はしなくもないぞこれ。聞く？なんだよ、気持ち悪いな。はっきり言え。ピロンって音鳴らなかったなー。この間あの子と会って聞いたんですけど、一ノ瀬さんに弟がいたって。一ノ瀬さんが弟さんを追ってなんだかひどい言われようだったんですけど、そんなの嘘ですよね。うわ、その聞き方ダメ。何度も言うな。お前には関係ないことだ。答
それ以上口出しするな。いいな。いいな。あー、これは聞かない方がいいのかな。聞けない。よし。あの絵と。なんだよ。やっぱなんか直接聞くべきだよね、聞くにしても。今日一日私、スノボ上達したんですよ。慣れると楽しいものなんだなって思って。私のバカ。そうじゃないでしょ。そんなこと言うために電話したんじゃないっての。だけど、ダメだ。こんな話電話で済ませるなんてやっぱりできない。もういい。すべては旅行が終わった後だ。なんて私の覚悟を知らないまま、一ノ瀬さんは相変わらずいつもの調子で話してくれる。お前の場合、今日上達したんじゃなくて、俺が教えてやった時点で上手くなったんだろう。でも、まあ、ダイエットにしろ何にしろ、根性だけは認めてやるよ。おー、それはどうも。一ノ瀬なんてストレートに褒めてくれないんだよね。いや、ストレートに褒めてくれただろ、今のも。話しかけても冷たくあしらわれている、いた頃と比べたら声が柔らかい。きっと弟さんのことも何か事情があるんだよね。すごくわかりにくいけど、やっぱり優しいもん、一ノ瀬さんって。私、頑張りますね。え？まあ。まあ、張り切るのはいいが、無理しない程度にな。それじゃ。優しい。まだ何かあるのか？お土産買っていきますからね。わかったわかった。ふん。あんま変なもん買ってくるなよ。わあ、いいなあ、もうなんか、ちょうどいい関係だ。付き合ってないぐらいの。なんか、ちょうどいいこの関係。頑張りますの本当の意味。一ノ瀬さんは知らないはず。でも、教えたらきっと怒るかもしれない。一ノ瀬さんが弟のさんのことを乗り越えたいと思ってるのか、それとも忘れたいと思ってるのかはわからないけど。もし、鍵を手に入れることで、そのきっかけがつかめるのなら、絶対に手に入れなくちゃ。なんなんだ、鍵って。日記とかを残してたみたいだね。やっと家にたどり着いた。楽しかったけど、もうぐったりだよ。さて、早速一ノ瀬さんに買ったお土産渡しに行こうかな。もう渡しちゃうんだ。出るかな、はい、あー、一ノ瀬さん、私です。修学旅行のお土産持ってきました。あ、ちょっと待ってろ。ほら、入れよ。わー、優しい。もうそこで普通受け渡しでいいはずなのに入れてくれるもんね。なんだよ、このロゴ入りキーホルダーは。お前、相変わらず非常識なまでのセンスのなさだな。非常識なまでのセンスのなさ。一番わかりやすいと思ったんですけど、ほら、黒地にパールブルーって一ノ瀬さんっぽくないですか。はあ、まあ、どうせつけないとは思うが、一応もらっておいてやるよ。飾ってくれ、くださいよ、そこに。テーブルの上に。つけてもらえないんですか？そうですか。やっぱり木彫りのキーホルダーまずかったのね。どうせならスキーウェアを着た登り竜のタオルの方が可愛かったかな。やべえ。そうだ、それより弟さんのこと、一ノ瀬さんに聞かなくちゃ。でないと、このままずっと聞けなそうだし。一ノ瀬さん。なんだ？楽しかったムードが終わっちゃうよ。ちょっとだけお話ししたいことがあるんですけど、今いいですか？ちょっと散歩でもしながら。わかった。外で話そう。上着を取ってくる。こっから悲しい BGM が流れる。あの、村田雄一ちゃんって知ってますよね？お前なんで？ごめんなさい。偶然外でばったり会って。その、また私の悪い癖が出たっていうか、聞いちゃったんですよ、弟さんの話。うわぁ、一ノ瀬さん黙り込んじゃった。やっぱり直接聞くのってまずかったかな。だけどどうしても本人の口から聞きたいよね。俺には、お、凛という弟がいたんだ。話してくれる。俺が養子だってことは聞いたんだろ。俺が引き取られた後に生まれた、一ノ瀬家の本当の子供だ。じゃあもう本当は生まれてたらきっと養子は取らなかったんだろうね、一ノ瀬家は。お前にそっくりで、いつも能天気でバカみたいに俺にまとわりついてるやつだった。なついてるんだ。そのユイって子は俺のことなんて言ってた？苦しんでたら嬉しいって何回も言ってましたよ。恨むって言ってたんだろう。
隠さなくていい。きっと一ノ瀬さんが下げすんでるのは一ノ瀬さん自身、ご両親よりもゆいちゃんよりも一ノ瀬さんが一番一ノ瀬さんのことを責めてる。リン君のことは知らないけど、でもゆいちゃんの態度はあんまりだと思うんです。お前は何も知らないからそんなことが言えるんだ。なんかまあゆいちゃん自身も何かあるんだろうね。少なくともあの子の言っていることは嘘じゃない。 あの子はリン君の？さあな。リンと付き合ってたそうだが、それもリンから直接聞いた話じゃない。付き合ってたって思い込んでる妄想彼女の可能性もあるんじゃないの？俺たちは同じ家に住んでいながら、そんな話もしたことがなかった。それほど俺たちの間には会話がなかったんだ。懐いてたんじゃなかったのか。だけど弟さんは一ノ瀬さんのこと慕ってたって。確かにそうだった。だが俺は一度だって追ってくるあいつを振り返ったことなどなかった。相手にしてなかったんだ。それどころかひどく冷たいことも言った。理由なんてないんだ。ただ俺だけがあの家では他人だった。父親は俺を高く買ってくれてはいたが、それは息子としてじゃない。母親だって俺と凛とでは全く態度が違っていた。悲しいね。そんな中、あいつはそんなこと全く気にしていないかのようにいつも能天気だった。気にしていないというよりも当たり前の家族として接してくれてたんだろうな。知ってたのかな、養子ってこと。だが俺はあいつのそんな顔見てたらイライラして、子供みたいに意地になって無視してたんだ。まあ子供だったしね、実際。まあなんか気持ちはわかるね。あの日もそうだった。あの日って、まあそうだね。実際自分が養子とか家族、本当の家族じゃないっていうのはもう努力じゃどうしようもないことだからね。1年前、家族でゼルマットに行った時、ゼルマット、いきなりリンに呼び出された。外で話したいことがあると。そこで行かなかったんだ。だが俺はそれを無視したんだ。あいつが待っていようが行く義理なんてない。放っておけば勝手に戻ってくるだろうと。だけどリンは戻らなかった。事故に遭ったんだ。遅くまで俺を待ってシャレーに戻る途中で。嘘。じゃあゆいちゃんが言った一ノ瀬さんが殺したって、つまりそんな、だけどそれは一ノ瀬さんのせいじゃないですよ。だって事故だったんですから。だが俺が待ち合わせ場所に行っていたら、いや最初からきちんと向き合っていたら、あいつは死ななかったかもしれない。あー難しい。どうなんだろうね。あいつが死んでいろんな人間が傷ついた。全部俺の責任だ。だからお母さんもあんな感じになっちゃってるのかな。だから彼女が俺を責めても仕方がないんだ。そんな、どうしよう、なんて言えばいいのかわからない。だってこんな話あんまりひどすぎる。だから一ノ瀬さんは周りの人間を遠ざけてたの。もう二度と同じ苦しみを味合わずに済むために。弟さんはそんなこと本当に望んでるんでしょうか。何？だって大好きなお兄さんが苦しんでるなんてきっと辛いはずです。そばにいる人たちだって余計に悲しいだけじゃないですか。なんかみんなの思いがすれ違ってるだけで誰も悪くないのに、なんだかすごく辛いよ。お前変なことで泣くんだな。え、泣く？誰が？いや左号泣しすぎでしょ。滝のように流れてんじゃん。お前には関係ないことだろ。なんだって？だって一ノ瀬さんがいじっぱりだから。は？いやいじっぱりっていうか負けず嫌いっていうか、ああもう自分でも何言ってんのかわからない。なんか悔しくて。何がって言われたら困るんですけど、誰も悪くないのにこんなのひどいって思ったら泣けてきたんです。おい逆ギレかよ。嘘です、逆ギレです。
でも悔しくて悲しいけど、ほんの少ししかしさささささだし、ゆいちゃんは糸瀬さんの本当のこと話すわけないって思ってたけど、ちゃんと話してくれたもん。私にはちゃんと本当のこと。一ノ瀬さんは辛い過去ともきちんと向き合ってる。それを今度はゆいちゃんに分かってもらいたい。だってこうやって考えると全部誤解で、何かが絡まり合ってるだけなんじゃないかって思えるんだ。弟さんが亡くなって一ノ瀬さんの心に傷が残って、それをずっと見ているってゆいちゃんは言ったけど、不幸になっていく人を見ているなんて辛いだけだよ。このままじゃダメだよね、やっぱり。なんとかしなきゃいけない。解決する方法が鍵を手に入れることなら、私絶対に手に入れたいと思う。なんか日記とかだと思うな。ね、リンクが残した。今まで一ノ瀬さんが私を助けてくれたように、私も一ノ瀬さんを助けたいんだ。私にもしできるのなら。おい、泣きながら黙るなよ。俺が泣かせてるみたいだろうが。ズビズビズバズバズズ。なあ、お前、旅行のレポートはちゃんと終わりそうなのか。旅行のレポートなんてあるんだ。え、なんだろう突然。旅行のレポートって週明けまでの宿題になってる修学旅行の感想文のことだよね。土日にやろうと思ってたけど、まあすぐ終わるかな。どっか連れてってもらえるんじゃないの。一応大丈夫だと思いますが。お前にしちゃ上等だ。え、それならオペラに付き合い。オペラ連れてってくれんの。明日の土曜日5時頃迎えに行くから部屋で待っていろ。オペラって一人じゃないと見るの嫌だって言ってたんだよ。たまに気晴らしをするのもいいだろう。一人で見に行くのが好きだオペラはみたいなことをなんかで言ってた気がする。デートとかなんかで。どうしよう、なんかいきなり振って湧いたラッキーだわ。オペラ行くってさ、どんな服着ていけばいいんだろうね。ドレスとかなのかな。どうしよう。心配しなくても俺が解説してやる。あそこはなって、あそこのオペラはあれなんだぞって、ゴスペルなんだぞみたいな。ただし途中で寝たら置いて帰るからな。前向きに頑張ります。変な着メロが。じゃあ俺は行くよ。また明日な。俺ゆいちゃんじゃない。はい。誰からだろう。もしもし、ゆいです。来た。いきなり電話してごめんなさい。今いいかしら。うん、大丈夫だよ。この間会った時に言ってた話なんだけど、どうするか決めた？覚悟できたの？先に何するか教えてくれよ。それは最初からできてるよ。私は何をすればいいの？そうね、まずは会って直接話しましょう。明日の2時に公園で待っててもらえるかしら。お前そもそも本当に彼女なのか？リンの怪しいもんやで。来るか来ないかは任せるから。じゃあ。切れちゃった。明日か。一ノ瀬さんとオペラに行く日が時間がずれてるから大丈夫かな。オペラに行けないんじゃないの。明日は先に公園に行ってみよう。どうなるんだこれ。来た。言われたまま公園には来てみたものの、どこにいるんだろう。来たのね。来ました。ガーンってなんだ。ガーンって。私遅刻した？いいえ、私が早めに来ただけ。じゃあ行きましょうか。なんだ今のガーンって。ちょっと待って。何、小川で寒中水泳とかさせられるのかな。ここってこの時期ものすごい寒い橋の上じゃない。橋の下の川は、浅底剪定だけど、ひんやりとした湿気と冷気が漂ってくる。普通の場所よりも寒いよここ。あの人のこと本当は優しい人だって言ってたよね。俺かな、同じことさせんのかな。待っててくれ、来てくれるかみたいな。一ノ瀬さんが。リンもそう言ってた。お兄ちゃんは頭が良くて何でもできて、でも一番好きなのは優しいところだって。そうなの。なんだ、弟さん分かってくれてたんだ一ノ瀬さんのこと。私あの人とは一度家ですれ違っただけだったけど、リンがいつも話してたから、その言葉を信じてた。
その言葉？あの人はいつでも心を隠してるって。リンクは分かってたんだね、兄ちゃんのこと。自分一人だけが一ノ瀬家の中の他人で、だからその分必死で努力してる人だって。もう全部分かってんじゃん。だけどそうやって頑張れば頑張るほど逆に家族の仲が悪くなっていったの。リンのこと可愛がるお母さんと、あの人を優秀な後継ぎだって褒めるお父さんが険悪になって、いつの間にか家の中までバラバラ。一ノ瀬家の人間にふさわしいように努力すればするほど他人であることを自覚するしかなくて、その苦しみを少しでも理解してあげたい、助けてあげたいって、そんな風に彼は言ってたわ。めっちゃいい子じゃん。そうだったんだ、優しい弟さんだったんだ。一ノ瀬さんのこと誰より理解しようとしてくれて、近くに寄り添っててくれて。あの日もきっとリンはあの人にそう話したかったんだと思う。両親のいない場所であの人の本心を聞いて。それなのにあの人は行かなかった。彼の手を振り払ったのよ。そんなあの人は知らないだろうけど、リンずっと日記を書いてたの。え、この鍵はその日記が入っている机の鍵。綺麗なクローバーの形に似た模様のついたアンティークっぽい小さな鍵、本当に鍵だったんだ。チェーンを通してペンダントとして身につけてたんだ。そんな大事なものどうしてあなたが持ってるの？お葬式の時にこっそり持ち出したの。泥棒、はい泥棒、はい通報通報。だってあの人にリンの日記を見せたくなかったから。やっぱ日記なんだね。あの日記に書いてあることを見たら、あの人きっと少しだけ楽になれる。しかも日記も勝手に見てるし。勝手に許されたつもりになるでしょ。そんなの嫌だもの。ここで終わっとくか。はい、ご視聴ありがとうございました。一ノ瀬さんの闇というか裏側に、近づいてきますが、そろそろ一ノ瀬さんルートも終わりですね。ということでこの後どういった賭けがあるか楽しみです。ということで次回に続きます。